もかもがそれを許さないのはその名の罪ちょっとあの園田さん、はい、あのスニーカーはもう捨てたかい。え、替え歌ですか。え、もっと捨てたんですか、スニーカーは。スニーカー、あのスニーカー捨てたんですか。捨ててないですよ。スニーカーは家にありますよ。何なんですか。何なんですか、こっちは。警察呼びますよ、警察。いやいや、で誰の、何の歌なんですか。別番来てください。警察呼びますよ。いや、ちょっと分かんないですよ、何してんのか。警察呼んだら警察がゲストになりますよ。はい、いや、じゃあいいです。テルトークですよね、これ。そうですよ。なんでコント入ってんですか、よく分かんない。コント入ってないですよ。コント入ってんですか。それトークですか、それ。トークですよ。あのオープニングでなんかあるじゃないですか、音楽みたいな。あ、はい。音楽かけてたんですか。あ、音楽。え、誰の歌なんですか、ちなみに。なんか、大事です。女のおつみってなんか昔の人ですよ。何でしたっけ。三川健一とか。三川健一は結構爽やか系な、あの、爽やか系な、あれ何でしたっけ、ちょっと忘れちゃいましたけど。三川健一に似てないですか、そういえば。テレキさん、ちょっと、え、本当にやっぱ似てます。だからよく言われてたんですけど。あ、本当ですか。え、言われます。え、本当に似てます。いや、今ふと思いました。ちょっと似てますね。あ、マジですか。俺、だから、あの、結構初期に三河健一に似てるとか。ちょっとテレビさん、の初期っていつなんですか。あの、2年前だ、都知事選とか、はいはい、なんか三河健一に似てるみたいな。あー、なんでしょうね。あれ、だからなんか冗談で言われてたのかなみたいなのもありつつ、えへへみたいな感じだったんですけど、ここで今、三河健一に似てるなみたいな言われてたんで、ちょっと、あ、本当に似てんだなみたいな。なのかな。まあ雰囲気ってのはオカマってことじゃないですか。オカマというか中性的仕事なんです。まあまあそうですね。変なおじさんの歌を歌ってたらなんか雰囲気を三河健一っていうということなんですよ。いや、あ、マスクしてんのもあるのかな。なんかその目とか上が似てんのかも。あのなんか流し目みたいな流し目みたいな感じしてるんですか。僕はちょっと顔の形今日はどうやって来たんですか。いやー、今日は暑かったですね。あの台風とか来てたじゃないですか。はい。あの時来てほしかったなと思ってたんですけど今日は晴れてしまいましたが。そうですね、今日はでも晴れて、あの、まあ朝早いですけど、まだ雲も多くて割と。え、睡眠取れたんですか。いや、もう夜勤終わって今日は家にも帰らずにそのまま来ましたよ。大丈夫なんですかね。とえ、じゃあもう本当だからもうだからもうちょっと力とか残ってないわけですね。体力とかもう。いや、今日ちょっと疲れましたね。じゃあそんな疲れてる時に僕がなんか歌って変なおじさんだ、変な園田さんだみたいな。本当僕が歌って勘弁してくれよみたいな始まりでしたよ。ちょっと僕もなんか狙った感じがあって、はい、もうもう滑ってしまったなっていう。いや、そんな滑ってしまったとか本当にちょっと僕、いやそんな風にそんな空気にしちゃったんだったら僕がすいませんでした。いや、変なおじさんの歌ちょっと作ったんで、はい、ちょっと歌ってたらちょっと音程違ってた感じがして、どうでもいい話なんですけど、はい、じゃあ今日も、ね、今日は寝ずに、はい、寝ずに自転車、この炎天下の中自転車漕いで、そうですね、来て
ていただいて、帰りも大変ですよ。すみません、ちょっとなんか事故とか起きないように気をつけて、本当に、はい、でば思うんですけど、スマさんちょっと言ってないことがあるんですけど、はい、テルトーク公開収録をしようと思っております。はい、いやでもそれなんかテルキークラブの会員に送られてくる異性通知みたいなあるじゃないですか。そうだからスマさんそういうの無頓着なんで、はい、気づかないかなと思ったんですけど、いやあれ僕ちゃんと出血すぐに、はい、打ちまして、なんか、なんていうんですか、一応今日話を持ってくるのに、はい、一応情報は仕入れときたかったなと思ったんで、はい、アンケート取ったんですけど、はい、ソナさんも見てたんだみたいな感じで、はい、だから どうですか公開収録。いやそう、じゃあただそのだから僕に何にも連絡なくいきなりその公開収録やるみたいなのを見て、しかもですよ、テレキさんいつの間にか浮気してるじゃないですか、そのいや、トールチャンネル見てたら、テレキさん、ちょっと、なんかそれはちょっと言おうと思ったんですけど、まさか浮気とか言われるとは思わなかったんですけど、ちょっと懸念はしてたんですけど、いや、まあ全然いいんですけど、ただ、あれは違うんですよ、テルトークっていうのが母体になって、はいはい、今日は後藤輝樹と何々さんのテルトーク、まあ、今日は後藤輝樹と誰々さんのテルトークっていう形で継続していかないと、はい、誰かと変わるたびに、はい、誰かとトークするたびに第1回第1回が増えちゃうんで、はい、だから苦肉の策で、はい、そうしたんですから、ちょっと本当申し訳、本当いえいえ内心じくじたる思いなんですけどすいません、なんか違う人とテルトークしてると思って、あの方は深澤さんっていうあの議員の方なんですけど、あ議員の方なんですね。そうですね、議員っていうことは選挙通った、選挙受かった、通った人ってことですか。へえ、それはどういういきさつで、あれその人もテルキクラブ入ってくる。あそうです、テルキクラブ入ってる、ね、入ってるわけじゃないんですけど、あテルキクラブ入ってるとか入ってないとかそういうことではないんですけど、ああ、はい、まあでもまあテルキクラブ入ってないのかな。あ入ってるのかな、入ってないのかな、ちょっとまあそうか、入ってないのかな、わかんない、ちょっとなんかでもまあ僕がそこら辺歩いてたら、はい、ちょっといやいやみたいな感じですよね。でもまあテルキさんに対してその好意的な感じではあるんですよね。あそうですね、そうですね、優しい親切な紳士、何歳ぐらい、年上の方、54歳ぐらいですね。あそうなんですか。その年代の方に、ああそれ僕ちょっとまだその人とやっているテルトーク聞いてないんですけど、だからソナさんと3人で喋ることももしかしたらあるかもしれないじゃあそうそう、だから公開収録はひょっとしたらその人とやり合うなのかなって思ってたんですけど、一応園田さんと園田さんとこのテルトークさんの心地の時間で、はい、ちょっとやれたらなと思ったんですけど、ただ前回のそういうトークの苦い思い出がありますからだから今回はちゃんとお金取るんですよ。えお金取って2000円もらって、はい、1000円部屋代で消えるんで、はい、部屋代経費で消えるんで、はい、1000円は僕とそうなんですよ、500円500円で分けてって、いえそれ設定したら余計来ないんじゃないですか。いやまあそうかもしれないですけど、それだったらもうそしたらお流れっていう形に、まあ、なるかもしれないですけど、まあでも今回は東京ドームの時はまああれしたもんね、そのなんか告知も適当じゃないですけど、だ今回はちゃんと一応会員に広めて、そうですね、でもなんかそうですね、まあちょっとやってみようかなっていうのは、だからそのちゃんとこう箱でお客さんがいるところで喋るっていうのもちょっといいじゃないですか、たまに、まあそうですね、そう、で園田さんちのお家だったら、はい、収益僕と園田さん先生になるんですけど。どうですか、公開収録、公開付き合うんですか、はい、春日さんとかそうじゃないですか、多分
きな時間帯に選べるわけですで収益も僕1000円いただきますけど、そもそも1000円っていう、どうですか。いやよ、あ、で、あのその部屋借りた場合は、はい、あのその経費とかかかるんで、その500円になるのはお客さん3人さお客さん3人以上入らないと500円にならないです。ああ、はい、お客さん3人入ったら 6人じゃない、あ、お客さん3人入ったら6000円じゃないですか。で、1人経費1000円って見てるとしたら、あ、5人、3人入って2人なんで5人じゃないですか、はい、で、1000円余るんで500円っていう、お金の話ばかりですいや、はい、まあ、いや、その、なんでしょう、公開、あ、っていうか、あれなんですよね、その、いろいろあれ見ましたけど、あの講演会もなんか決まったんですよね。あ、そうなんですよ。それは、あの、ちゃんとなんかオファー来て、そうです、そうです、だから、ソナさんもぜひよかったら来ていただけたら、1000円なんですけど徳島で5時間ぐらいで来れるんじゃないですか。何県でしたっけ。徳島県です。あ、徳島県、あれ徳島県って四国です。四国です。あ、四国だったら5時間ぐらいで来れるんですか。いや、5時間は無理です。四国はソナさんの脚力だったら。いや、四国は全然無理です。名古屋までで2日かかったんです人の方にも。いや、全然ないですよ。ありますあります。だから、ソナさんってどういう人なの？
ームドクターじゃないですけど、かかりつけのお医者さんじゃないですけど、なんか困ったことがあった時に相談できる議員さんがいた方がいいですけど、それはケルキさんがとかですか、一般の人がとかですか。あ、一般の人も、なぜかというと、そのなんかここがなんか道路がなんかこう、はいはい、あの穴開いてるとか、なんかちょっと、行政のなんかで困ったことがあった時に自分で直接言うよりも議員を通して言った方がやっぱこう動いてくれるみたいな、やっぱあるみたいで、なのでその自分のなんかその議員、自分の知り合いというか自分でこの人を知ってるみたいな議員さんがいた方が、うん、なんかあのその本人にとって得だっていうような、なんかそれってでもなんかお医者さんとかはまあ病院があるじゃないですか、はい、その議員の人と一般の人の接点の場って、それは選挙とかで、はい、その選挙の事務所行ったりとか、選挙でその人が喋ってるところに行ったりして、ああのどうもみたいな感じの、で自分で選んで、あこの人いいなとか、そういうのがやっぱあった方がいいのかなとか、ちょっとそれ聞いて思いましたけど、ね、だからやっぱりあの政治家をその一般市民の方を利用しない した方がいいかなっていうのはちょっと思いましたね。まあ、いろんな地方議員とか国会議員とかいますけど、うん、まあ、そういう話なんですが、まあ、そういう話で全部そういう話じゃないですけど、まあはいはい、例えばそれ最近生きるのしんどいでみたいないろいろありましたが、あの、じゃあもしやるとしたら園田さんちとカラオケどっちがいいですか。カラオケっていうか、そうですね、そのちょっとまあ 日にもよりますけど、まあ僕はその交通的にもうちでやってもらった方がいいんですか。いや、そう、全然、まあ、多分、来るとしても数人だと思うので、まあそうですね、もしかしたら1人とか2人とか、はい、ゼロの可能性もありますよ。ゼロの場合だったらそのまま普通に、はい、いつも通りもやればいいですし、リスクがないっていうのがありますけど、ね、はい、まあ、田さんにされれば、はい、全然うちでいいですよ。本当ですか。中途で、まあ、高円寺って新高円寺あたりですけど、みんなでそのだからちゃんと来ていただける人はもう園田スタジオ、園田ライブハウス園田を見ることができるってことですから、そうですね、それもあのすごい特典ですよね。いや絶対テレキさんちの方がいいよ。テレキさんちはやっぱ潔癖なんでいろいろ難しいですから。そうですね、ちょっと面白いですけど。あと場所的にもやっぱ都内の方がいいかなっていうのは、まあまあそうですかね。だからもしやるとしたらやっぱ都内の方がいいのかなと思いますね。そのどっか借りるにしてもっていうのはあると思うんですけど、まあそれもじゃあお客さん来てくれたら、はい、ですね。じゃあ園田さんの都合のいい日で、あでもあのなんか木曜日がいいっていう人がいたんですけど、園田さん何曜日がいいですか。何曜日がいいのか、いつがいいですか。木曜日、いや、ちょっと僕、なので、あの1回アンケート、その時の時点で、あれですよね、園田さんの木曜日じゃないんですよね、送ったんですけど、まあ、わかんないです、その本当に希望者が多い日があったら、こっちもちょっと検討しますけど、はい、でもなんか、18日が一番良かったみたいな感じなんですけど、はい、18日、園田さんが丸してましたね、土曜日。本当ですか。まあはい、まあ、そこはまあそこら辺は後で調整、はいはい、あとその8月にやるのかそれ以降にやるのかといつでもいいんですけど、まあはい、園田さんのその心の準備みたいなのあるじゃないですか。いえ、まあデリケートじゃないですか。本当にそのアンケートでその会う日があったら行きたいみたいな人がいるんだったらなるべく一番アンケートが多かったのは18日ですけど、はあ、まあ土曜日ですか。じゃあ基本ってそこでいいと思いますけどね。50人来たら10万ですよ。いや50人来ないでしょ。50人入れるかな。まあはい、そうですね、まあ、そんな感じですけど、嫌になっちゃいます。じゃあまあ、まあ
一山も二山もまあそうですね、その実現、そう、これまあちょこれ聞いてよし行ってみようって思う人がいや、いないいや、ちょっとそれはそれ言われるとちょっとやっぱあれですけど、でも心地の時間もありますから。あ、そうですね。なんかやっぱり好きな人もいるわけ、いる、結構いるんですか。まあ、あっちの方が多分人気ありますよね。その再生回数もあっちの方がいつも上がってますね。そうですね。あのただあの再生回数だけ上がっているけど、なんかちょっと1、2分切りやっぱやめたみたいな可能性もありますから。まあちょっと一本取りこの辺にしておきますか。まあ、はい。じゃあちょっとぜひね、公開収録をね、楽しみにしていただけたらと思います。そうですね。だから公開収録は、テルトーク1本、ポコチン1本、テルトーク1本みたいな感じで、どうですか。ああ、そんな盛りだくさんやるんですね。まあ、そうか。最低でもテルトーク1本、ポコチン1本で。はい。そんな感じで、はい。まあ、生のあれ見れるわけですから、生のだから審査員やってもらうこともできるわけですよ。あ、こっちの時間の、確かにこっちの時間の審査は本当にお客さんいた方がいいですからね。そうですね。ちょっとあとポコチの時間大変なことになってるんで、僕の方はそのちょっとだから今回ポコチの時間取りますけど、あとだから来てくれた人も自作のその、ああそうですね、チンコ川柳を作ってもらえたらいいですけどね。まあそれはあんま強制しないですけど、来ていただけたら金のポコチンとか銀のポコチンあげられないですけど、その他のポコチンはちょっと見せることは できますか。まあできますね。できるんじゃない。できるんじゃない。それちょっと法とか触れないですけど大丈夫ですか。同意の上だったら大丈夫です。大丈夫。そうなんです。大丈夫ですか、そんな。僕は全然大丈夫です。そういうね、ハプニングみたいなのもあるかもしれないので、ね、その公開収録っていうのもね、ライブ生なんでね、はい、ぜひという形で、そうですね、ちょっとこれで来たくなった人もいるんじゃないでしょうか。そのだのね、ずるむけたね、でかい丸をね、舐め回すように見ていただけたらなんか、いや、わかんないですけど、ちょっと。はい、ということで、テルトークでした。失礼いたします。本当ちょっとそうなんですよ、ちょっとテンション低いですよ。